ここに示しておりますのは、東南アジアの稲作を行う直前の段階の文化で使った道具類を示しております。これらはもう旧石器時代は終わりを告げておるのですが、その旧石器時代の文化を強く引き継ぎ、旧石器時代の生活を続けていた人々の道具と考えられます。稲は東南アジアに野生のものとしてありますので、 このような文化に伴って稲そのものが発見されることはあるのですがまだ米作り、稲作はまだ行っていなかったと考えられているものでありますこのような生活が東南アジアでおよそ1万年余り前から4000年前の頃まで続いていたと考えられます